今後、まあ、卒業してどんなお仕事とかやってみたいとかあります？うん、そうですね。でもやっぱりテレビにたくさん出たいなと思ってるので、バラエティにいっぱい出て、ロケとかすごい好きなので、ロケにたくさん行けたらなって。ロケ芸人じゃないですけど、うん、ロケタレントさん、なんかロケにいっぱい行きたいです。ちなみに狙ってる番組とかあります？狙ってる番組、そうですね、なんでしょうね。でも、あの、こんなん言っちゃっていいんですか？まあまあまあ、なんかこう、イッテ Q のロケとかすごいなっていつも思います。海外とかには憧れる？憧れます、すごく行きたいです。行きたい。あの海が綺麗なところ、ハワイも行きたいんですけど、何でしたっけ、何やったっけえ、何でしたっけ、なんかあるじゃないですか、海がすごく綺麗なところ。どこやったっけ、オラフ、ポール、モルディブ、モルディブ、モルディブに行きたいです。忘れちゃってます。なかなか聞かない単語なので。モルディブいいな。いいですね。テレビでやってて、すっごい綺麗だなと思います。こちら何かあります？いいです。今生活の拠点は大阪ですか、東京ですか？あ、今ですか、はい、今の東京で頑張ろうと思ってます。東京で今暮らしてるんですよね。あ、そうです。でさっき道の話もありましたけど、はい、やっぱ東京のイメージってなんか変わりましたね、住んでるって思ったり。なんかでもとにかく道が多いあのナビ、今すごいナビが優秀じゃないですか。で交差点の真ん中とかにいたらどっちか分かんなくて、進んであの検索っていうか何メートルって出て違うなってなって戻って、また進んで戻ってっていうのを繰り返してます、ずっと。迷子になるって。あ、なりますね。だから自転車欲しい。もっと迷子になりそうな自転車欲しいなと。はい、あの今あの卒業になってタレントとして やるわけですけど、はい、こう目標とするタレントさんっていうのは誰になるんですか？あ、ユウさん。ユウさん。どういうところを学びたいというか、なんか多分なかなかこう難しいですけど、ユウさんに近づこうと思って。難しいけど、でもすごいバラエティでもユウさんっていうのを確立されてるじゃないですか。で、なんかこう仕切ることもできるし、一言ポッて話すこともできるし、本当にすごい方だなと思って。テレビとか来たりするようになりましたか？あ、します、します。なんか最近のお気に入りの、まあバラエティでもいいし、ドラマでもいいので、はい、なんか気になってるのチェックしてるのあったら教えてほしいですけど。あ、いっぱいありますよ。もうそれこそあのバラエティだとわらがみ様も好きやから撮ってるし、あとはあのサンマ御殿も撮ってます。やっぱり、はい、いつか出れたらいいなと思って。他局は言わなくても大丈夫ですか？言ってるばっかりだけど。え、他？何撮ってたかな？何やろ。でもドラマもいっぱい撮ってます。それこそ優子さんのやめごくも見てます。すごい面白い。皆さん話戻るんですか？はい。卒業してから上京する？あ、そうです、そうです。で、初一人暮らし、初めての一人暮らし。そうです、一人暮らししてます。いろいろ大変ですよね、もちろん。そうか、掃除っていう感じで。はい、大変ですね、すごい。変わりました？え、なんかゴミを出しに行くっていう作業がこんなにも大変なことやったんやと思う。なぜですか？今までだって家族で住んでたらゴミ捨ててないじゃないですか。自分で行かないというか、お母さんが全部やってくれてたから、
なんかこう最近のマンションだと鍵ピッてやってもう一回ピッてやって捨てたりするじゃないですか。なんかその作業がすごいなと思いました。ゴミ袋買うところから始めた。あ、そうですね、買いました買いましたスーパーに行って、うん、はい。で他に食生活とかどうですか。食生活ですか。一人住まいだと思った。そうですね、なんかでもやっぱりこうお鍋が好きで作るならお鍋ばっかりになっちゃうんですけど、あれです、一人だとちっちゃいの買っても余ったりするじゃないですか。で毎日お家帰れたら全然いいけど、腐っちゃったりしたらもったいないから結局マネージャーさんがご飯連れて行ってくれることが多いです。まだあんまりしてない。女子力を上げるためには料理も頑張らないと。そうですよね、いい奥さんになりたいですからね、和食とか作れるようになりたいなって。その勉強は、あ、本は10冊ぐらい持ってます。まず読書段階。はい。そうです。それ以外に得意、これだったら例えば好きな男性をこうグッとさせるみたいな山田のなる流のお料理はあるんですか。鍋以外ですか。なんやろ、トーストこれは握手会の時によく朝オーブントースターと食パンとハムとかケチャップとかマヨネーズ置いてるんですよ。でそれをみんな自分で作るんですけど、すごい美味しくできます。理科の実験とか宇宙食とか言われませんでした。宇宙食カウズで食事じゃないか。あ、そんな美味しく食べてましたけどはい、のはずって。のはずいつでも作れます。でもトーストでこう男子のこう胃袋をされるのって難しいと思うんですけども。あ、そうですね、でもまあトーストって、まあ、大体朝ごはんだと思うので、ちゃんと結婚したら毎日帰ってこれるように美味しい朝ごはんを作れるようになりたいなと思います。4月28日に発売になります。私山田奈々のフォトブック 4+3=7、ネーム B の時の思い出とか、あとは私今23歳なんですけど、これまでのたくさんの思い出と、そして本当に今までも語ったことのないぐらいの量をたくさんいっぱい話してますので、ぜひこの本を見ていただいて、で、あ、こんな子なんやって知っていただけたら嬉しいなと思います。皆さん 4+3=7 ぜひよろしくお願いします。